もう3人とも可愛いね。選べないわこれ。でも最後にこのレンちゃんから喧嘩したのを踏まえ、良かったって言われたのをびっくりするように喜んでたから。喧嘩したけどそれが良かったんだってなったのがすごい、なんか多分かなり聞いてたから、あれワンチャンレンちゃんもあんのかなくらい思い始めて。あと多分もう第1話とかも美咲の目死んでたじゃないですか。あれってどうせこれ売名でしょみたいなのもあったんですよ、本当に。だからみんな好きって言うけど好きじゃないでしょみたいな感覚から意外にこうやって。レンちゃんに怒られたりとか、なんかこうあって、あ、本当に好きかもしれない。今多分、あの3人が、ってなってる、だと思うんですよ。でもね、私ね、これね、なんか、青汁、もしかしたら、ミヤちゃんと一緒にいたら、青汁自身が変わりそうだなって思うんですよ。なんか、いろいろ気づきが多そう。っていうふうには、なんか私思ったから、私の願望は、ミヤちゃんと、なんか、くっついてほしいな、って思う。確かに、ミヤちゃんよかったんだよな。言葉のチョイスがいいっすよね、あの子。